うちのクラスの男子、保健の時間にふわふわ。謎のヒッチハイカー。左側の歩道にこちらを向いて立つ男性の姿が見えてくる。記念に頭の匂い嗅いでいいですか？ちょっと困ります。カメラがお客さんだと思って。いきます。3、2、1。東京、喧嘩百景。変わんないでよ、この変態。は？おい、どういうことだよ。私、あんたの秘密知ってっかんね。あれか、俺のあのセミの抜け殻コレクションのことかよ。全然違う。イカそうめん、口の中入れたり出したりこっそりしてることか。全然違う。森上さん、お疲れ様です。ジャムネさん、お疲れ様。どうぞ、キャモン、どうぞ、プリーズ、どうぞ。キャモン。どうも、アイです。解決してほしい悩みとかある？なんだろう、今思いつかないな。そっか。おい、お前帰ってきたんなら挨拶ぐらいしろよ。なんだよ、勝手にドア開けんなよ。